オフラインデバイスにシナリオをダウンロードする方法へこの ShowMeHow モジュールではインターネットに接続していないデバイスへでシナリオをダウンロードする方法をご紹介しますダウンロードする前に必ず選択したデバイスインスラクターアプリケーションソフトウェアに 使用を割り当ててください。割り当てを行わずにシミュレーターのインストラクターアプリケーションにシナリオをダウンロードすることはできません。割り当て手順については、通されたデバイスにシナリオライセンスを割り当てる方法をショー,ーハウモジュールをご覧ください。オインデバイスにシナリオをダウンロードするには、USB メモリやその他のメモリ シーロムなどを使ってシムストーーからご希望のオフラインデバイスにシナリオを移します。インターネットに接続しているコンピューターに USB メモリを差し込みます。ソアにログインします。アカウントをクリックしてドロップダウンメニューからマイバイスを選びます。管理のペイが表示されます。 されたデバイスのリストにて、ダウンロードしたいシナリオが割り当てられているデバイスのメーリンクをクリックします。オール済みのデバイスの詳細のページが表示されます。インデバイスにダウンロードするための手順の横にある矢印をクリックします。すると、ページが拡張して、さらなる情報が表示されます。 シナリオをオフラインデバイスにダウンロードする、をクリックします。シナが表示され、ZIP 形式のファイルを開くか、それとも保存するかが問われます。ファイルには、選択したオフラインデバイスに割り当てられているシナリオがすべて含まれています。を選択します。暗証先にて、USB ドライブを選択し、 シナリオファイルを保存します。用のオンラインコンピューターから、USB メモリを取り外して、インターネットに接続していないシミュレーターのコンピューターに差し込みます。オンのコンピューターに行って、インストラクターアプリケーションソフトウェアを開きます。そフメニューバーにある、s u e s をクリックします。 ツストアオプションをクリックでページを表示します。ラインコンテンツのインポートを,をクリックします。ポップアップウィンドウが表示され、ジブ形式のファイルを保存した USB ドライブまたはその他のメモリが検索されます。ジを選択し、開くをクリックすると、信用のインポートが開始します。 インポートが完了すると、オフラインコンテンツが適切にインポートされたことを伝えるメッセージが表示されます。これ、ご使用のオフラインデバイスでインポートされたシナリオファイルが使用できます。これで、オフラインデバイスにシナリオをダウンロードする方法の Show Me h モジュールは終了です。その他の詳細情報については、スタマーサービスまでお問い合わせください。